東京オリンピック生命行動チームというものを結成しました。でこの、生命行動チームはその後ですね、生命行動連盟と なるんですけれども、今日もそこの、まあ、一人代表の方がおりですけども、この、グループがユニバーサル大会開会式のちょっと前にですね、台北市内において大きなデモンストレーションを行いました。でその時の模様をちょっとご覧いただきたいと思うんです。では映像よろしくお願いします。やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まもなく開会となります。